はいどうもエキゾチックホットです。今回は最近ねちょっと寒くなってきてるんで冬対策としてちょっとこの保温電気をね使っていこうかなって思います。うちには何羽か鳥がいてその中でねこの前お迎えした新しく来たインコちゃんがいてるんですけどもその子はまだ保温電気入ってないんでその子をねあその子っていうかその子にちょっとこの保温電気をね入れていきたいと思います。今まあ見てる感じでこんな感じでこの保温電気の周りに鳥が集まってきて、まあ、体をぬくめるっていうような感じのシステムになってます。じゃあね早速ですがちょっとね入れていきたいと思います。はいじゃあ早速ねまず中身ちょっと確認していきたいなって思います。でまあ中はこんな感じですね。だいたい出していきますね。はいまあ、こっちが電源コードになってて、で、こっちがまあ外側にカバーがついてて、中にまあ 20W かな、今回は 20W の電球がこうついてるような形になっています。で、まあちょっとテープを外して、で、まあ下側が取れるんで、下側をこう取ってもらって、あとはまあ電球に今は、プチプチがついてるんで、それをちょっと外していきます。でこれが 20W の保温電球になります。でこれをここにつけます。最後はまあ蓋してもう一回ここしっかりと閉めるような感じにしてでこれでまあ大体準備は終わりです。じゃあ中にねちょっと中っていうかあれですね。じゃあそれではそのね鳥小屋っていうのかな、まあ、小鳥のケージの中に、これを入れていきたいと思います。大体こんな感じでね、保温電球の設置完了しました。で、まあ、下と下以外にもそうなんですけども、まあ、結構ね、暑くなるんで、周りにあんまりこう、なんていうんですかね、こう火事にならないようなもの、まあ、こう、火がつきづらいものとか、あとは、なんていうんですかね、その暑くなるんで、なんか燃えないものっていう、燃えるものを、まあ、あんまり置かないようにするのが一番いいのかなって思います。またねこうちょっとこう飼育していく上でちょっと変えた方がいいなと思ったらちょっと交換っていうかまあ場所を変えていきたいなって思います。はいでこんな感じで今回はねちょっとまあいろいろこうバタバタしましたが今回この動画終わりたいと思います。それでは皆さんまた次の動画も見てみてください。じゃあ今回はこの辺りで終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。